ック風呂水場所ね、はい、こんな感じです。いろいろありますね。スキンローション、スキンミルク、なんか右はよく字がちっちゃくて見えますね。シャンプーかなんだろうね。はい、よいしょ。こんな感じでございます。スキンミルクです。洗い場は一つです。お湯がぬるめですね。こちらお湯がぬるめ。隣がね、すぐ隣がヒレマスの湯です。男女入れ替わりですね。今日朝は男性です。奥は同じ貸切風呂でも尺投げ家族風呂ね。はい、どんな感じでしょうか。あ、こっちのライブ洗面所の方がいいかな、ね、はい、はい、中は洗い場は一つです、ね、お風呂の大きさは同じですね、まあ、家族風呂ももちろん源泉かけ流しとなっております、ね、よいしょ。はい、お風呂紹介でした。長いですね。奥行きが深いですね。綺麗な洗面所かな。ここはね、洗面所ですね。綺麗な洗面所があります。おトイレ、おトイレ、女子男子。で、ここを過ぎると、この奥に、ニジマス風呂、ニジマス風呂があります。で、階段を上がって、ずっと行くと、いや、広い。こちらが、ここからも外に出られるんですね。で、向こうのまっすぐ前にあるのは、湖畔亭、お食事どころですね。普通にね、日帰りの方もご利用できるお食事どころですね。で、これ車が何でも止まってるのはきっとね、もうね、マス釣り、フライフィッシング、ルアーフィッシング来てる人たちが朝早くからもう車で来てます。大広間なんていうのもあるんですね、上にね。静かでいいな、いいところですね。湖畔にね、一軒宿ですからね。この離れ行く通路なんですが、離れは何でしょうね。わからないですけどね。離れもお部屋なんでしょうかね。娯楽室って何だろうね、これ。娯楽室？何があるの？ダンスとかやるところ。向こうの離れには人がいますね。止まってるんですね、離れがね。離れの部屋に止まってる人もいます、ね、あ、2階に止まってる人もいるんですね、こちらの奥に。お風呂、自販機、ニジマス風呂の手前には自販機があります。
よいしょ。おお、奥行きが深い。ここはロビーかな、これね、ロビーで、これシャッター閉まってますね、お土産屋さん、ね、こんにゃくアイスが売ってますね、こんにゃくアイスで、下に丸沼のお土産、ヤシオマスの味噌漬け3切り、見切り入れ1320円、ヤマメの味噌漬け3尾入り1080円、イワナの一夜干し3尾入り1320円です。いかがですか、現物が見てみたいですね。この下がフロントですね、ここがフロントです、玄関フロントで、お部屋は私泊まっておりは上の良さげな部屋ですね。はい、お部屋に戻ります。